私が欲しいのはそれだけじゃないんだ。これでやっと落ち着けるわ。正直ここまで来るのにもう少しかかると思ってたけど、まさかこんなに早く結ばれるなんてね。え？そうだった？あの人、人前だと基本そっけなく見えるけど、二人の時はいつもそのくらい感情豊かなのよ。そうよ、意外でしょ。けど思い返してみると、プロポーズの時に彼が言ったことはあながち間違いじゃなかったのかもね。確か残りの人生でもうこの人しかいないと思ったら、自然と今よりも親密な関係になりたいと思うよね。だから僕は心の声に従って君にプロポーズをしたんだ。うん、実際私もその通りだなって思ったからね。自分の人生においてもうこの人しかいないと思ったら、それ以上の関係になりたいと思うのは当たり前のこと。そうよ、あなたも想像したことない？いつか左京君との関係が変わるかもしれないって。難しい顔してどうしたの？もしかして考えたことなかった？左京君？彼だってあなたとより親密になりたいと思ってるに決まってるでしょ？
どうしたの？もしかして左京くんにいじめられた？なら、あなたを不安にさせるようなことをしたのね。図星かしら。ブーケトスまではまだ時間があるから、何があったのか話してごらんなさい。別に本人のことなら気にしなくていいわよ。なんたって私の方が先輩だからね。おかしい。じゃないと思うわよ。私が知る限りだけど、左京くんが危険な案件を受けてるって話は聞いてないから。そんなに心配しなくても大丈夫よ。それか、いっそ考え方を変えてみたら？もしかしたら、あなたにサプライズを用意してるかもしれないじゃない？ううん、何も。私はただ…そうみたい。スタッフから連絡があったわ。あなたは先に会場へ行ってて、私は後からスタッフと行くから。また後でね。左京くん、がっかりさせないでよ。左京くん、ちょっとした相談があるんだけど。相談？私の結婚式、来月に決まったわ。そうか、おめでとう。ぜひ出席させてくれ。それだけじゃ足りないわ。左京くんにはいつきのアッシャーをやってほしいの。私が？アシアの経験なんてないんだが。大丈夫、式の進行は全部プロに任せてあるから。左京くんはちょっと早めに会場に来てくれれば十分よ。それにあの子は私のブライズメイドを引き受けてくれたわよ。
あの子が他の男性とパートナーを組むところ見たくないでしょ。ザイゼン。わかった。アッシャーは引き受ける。その代わり、式で使われるあれを私に譲ってくれ。あら珍しい。あなたが私から何かを望むなんて。けど、結婚式で使うものなんて一体何が欲しいの？財前のブーケだ。ブーケ？まさか、いよいよあの子にプロポーズするの？そんなに慌てなくても、あの子には聞こえてないわよ。ねえねえ、一体いつから計画してたの？もう、私にまで秘密にしてるなんて、随分と慎重ね。どんなプロポーズにするつもり？ロマンチックに？それとも盛大に？あるいは二人っきりで？それから、あの子はもう知ってるの？彼女はまだ知らないし、方式も場所も唯一無二のものにしたいから誰にも教えていない。それと計画を始めたのは、彼女と生涯を共にする準備ができたと、そう確信した時からだ。それならどうしてもっと早くにしなかったのよ。彼女がどう考えているかわからない上に、確かめることで相手をせかしたくなかったからだ。だからこそ、結婚式で新婦が持っているブーケを得られれば、それを機に次の段階の話を。ちょっと待って、プロポーズなんて一番悠長にしてたらいけないのよ。いっそのこと、私の式の後にでもしちゃったら？財前の結婚式でプロポーズ？ダメだ。財前と大島の結婚式なのに、私たちが目立ってどうする？私と樹なら気にしないわよ。むしろ自分たちの結婚式で誰かの婚約を見届けられるなんて、めったにない素敵なことじゃない。それに、あの子も左京君も私の大切な仲間だし、二人が今日まで地道に歩んできたのも知ってるんだから。そんな子たちの婚約を祝えるなら、私にとっても誇らしいことよ。さらに付け加えるなら、それこそ唯一無二じゃない？何を迷ってるのよ。今を逃したらこんなチャンス、そうそう来ないんだからね。そうかもしれないが、列席者がいる前で突然プロポーズなんて、相手に余計なプレッシャーを与えてしまわないだろうか。そんなことないわよ。左京君のことだし、プロポーズを決意する前にもきっといろいろと考えてきたんでしょ。だったら、あの子が左京君や二人のことをどう考えているのかくらい、もうとっくに気づいてるんじゃないの？あなたはただ、あの子の存在があまりに大きいせいで、迷ったり不安になったりしてるだけよ。とはいえ、自分の心に嘘なんてつけないんだから、いっそのことすべてを打ち明けて、彼女に決定権を委ねてみたら？それとも、ずっと恋人のままでいいの？
財前の言う通りだ。どうやら私はまた考えすぎていたらしい。そう来なくっちゃ。ならプロポーズの流れもおさらいしとく。流れ？そうよ。挙式の後、私が彼女を足止めして時間を稼いであげるから。プロポーズ用のスーツに指輪、それから何を話すのかも事前に考えておいて。それならすでに準備してある。まったく、行動力があるのかないのか。細かいところは気が回るのに、肝心の一歩だけはいつも戸惑っちゃうんだから。失礼。さっきの話の続きだけど、式の当日準備ができたらメッセージを送って。そしたらあの子を会場に向かわせるから、そこで決めちゃいなさい。あ、それでブーケはどのタイミングで？彼女が部屋から出たら私も車で向かうわ。間違いなく彼女より先に着くだろうから、そこで直接渡すまで待ってて。わかった。助かる。決まりね。いつきにも声をかけておくわ。一応経験者だし、何かしらアドバイスしてくれるかも。助かる。お礼なんていいわよ。それじゃ、私はこれで。財前。何？この件、彼女には内緒にしておいてくれ。わかってるって。むしろ私はあなたの方が心配よ。ちゃんと隠し通せるの？あの子への気持ち、はっきり言って付き合う前からバレバレだったわよ。それに本人だって鋭いし、いつもの調子じゃまずバレるでしょうね。努力するよ。考える余裕がなかったね。もしかして左京君と喧嘩でもした？本当に？その割には何かあったって顔してるけど。まだ時間があるから、左京君が何をしたのか話してごらんなさい。別に本人のことなら気にしなくていいわよ。なんたって私の方が先輩だからね。左京、彼女はもう出発したらしいぞ。10分くらいで着くそうだ。ああ、ただすまない、こっちの準備は済んでるが、星名の車が故障してしまったらしく少し遅れるらしい。だからもしかしたらブーケよりも彼女が先に到着するかもしれない。どうかしたか？
いや、なんでもない。ここまで緊張しているお前を見るのは初めてだったからな。こんな時にからかわないでほしいんだが。からかってなんかないさ。俺が星名にプロポーズをした時だって今の左京と全く同じ心境だったからな。大島もこんな風に緊張して不安だったのか。当たり前だろ。誰よりも愛する人を相手に逃げられない、かつ結果の見えない戦いに挑むんだから、そりゃ不安にもなるさ。確かにそうだな。だからお前にできることは自分が持ってる思いを余すことなく彼女に伝えることだけだ。彼女も左京と同じ気持ちならきっと答えてくれるさ。理屈はわかるが、やはりこの緊張は止めようが。気にしたところで抑えられるもんでもないよ。それに心配しなくても、彼女の前で片膝をつけば緊張なんてしなくなるさ。どういうことだ。その時になったらもう目の前には彼女しか映らなくなって、他のことを気にしてる余裕なんてなくなるからな。そうなるといいんだが。そろそろ時間だ。最後の準備に入ろう。もしもし、私だ。すまない、さっきまで他のことをしていて。それで。君の方こそどうした。慌てているようだが。え、ああ、いるが、何かあったのか。
特には何もないが、どうしたんだ？別に避けてなんかいないさ。不安にさせてすまない。だが私は何も困ってはいない。目をそらした理由は君に見破られないようにするためだ。実は君に伝えたい話がある。待ってくれ、今そっちに。待ってくれ左京、まだあれが。いいんだ、財前の言う通り、肝心な時に足を止めるのはもうやめだ。それに唯一無二の儀式より私は彼女を一人にさせたくない。わかったよ、行ってこい、頑張れよ。それはもうすぐわかるさ。今日の財前たちの結婚式はどうだった？挙式の後、何が行われるか覚えてるか？なら、新婦のブーケを受け取ることの意味は？君を避けていた理由が知りたいなら、今この場で振り向いてくれ。待ってくれ、ブーケが間に合ったぞ。左京くん、受け取って。
そこにいて。今行く。さっき私が言ったこと、まだ覚えているか？結婚式でブーケを受け取った女性は、間もなく幸せを手にする。だから私は、これは君に贈ろうと思う。君がいつまでも笑顔であり続け、幸せでいられるように。いや、それだけじゃない。ブーケにも幸せをもたらす効果があるのかもしれないが、私は自分の手で幸せをつかみ取りたいんだ。だから。私たちはこれまでもきっと何度もすれ違ってきたのだろう。だが幸い、私は一番いいタイミングで君に出会うことができた。君がテミスに入ってきたあの日、私の運命は決まったんだと思う。太陽と月のようにそれぞれの軌道を持ちつつも、支え合う中で少しずつ惹かれていった。君は私の心身を魅了し、人生において必要不可欠な存在になったんだ。私はこの一生で君しか愛せず、これが最初で最後の唯一の選択になると、そう確信している。手を伸ばせば届く距離から、君の愛おしい眼差しの中から、この先の一分一秒を逃さず一緒にいたい。だからいつまでも君のそばにいる権利を私にくれないか。
どうして泣いてるんだ。無理に止めようとしなくていい。とはいえ目が腫れると辛いだろうから、あまり長くならないようにな。君を前にすると私は自分の気持ちをうまく隠すことができないんだ。それに君自身も勘が鋭いから、たった一度目を合わせただけでも全てを見透かされそうな気がしてな。もし他に選択肢があったなら、君を避けるようなことだけはしたくなかった。すまない。ああ、わかった。これからはもう二度とそんなことはしないと約束する。披露宴で飲んでいたのは度数の低い果実酒だったからな。私はもともとあまり飲めないから、アッシャーを務めるまで大島に鍛えてもらっていたんだ。その成果が出たんだろう。ただ頭がクラクラする感覚だけは変わらないな。なんでもない。ただ今日のプロポーズのことを思い出してな。私はこの日をずっと待ち望み、君に送る言葉を何度も何度も練習してきた。だがいざ本番を迎えた今は、正直夢や幻を見ているような気分だ。頭では分かっているのに、
君が私のプロポーズを承諾してくれたことが未だに信じきれなくてな。これがただの美しい夢だったらと思うと。実はプロポーズに関して長い間悩んでいたことがあるんだ。この生涯で私は君以外の誰かを愛すことはないと、そう確信している。だが時々考えてしまうんだ。私にはいつだって君しかいないが、君には常に他の選択肢が存在していると。時間が経つにつれその考えが積もり積もって、私は不安になり、そして欲深くなった。恋人同士になっても、私たちの関係を知っている人間はごくわずかだ。人は欲深い生き物だ。ようやく心が通じ合ったというのに、今はさらに親密な関係を望んでいる。だからこそ関係を変えることに執着し、呼び方一つでさえ距離が近づいたことに喜びを感じてしまうのだろう。すまない、今のはその酔った勢いでつい。気にしないでくれ。着いたか、オリオ。何を考えているんだ、そんな難しい顔をして。
違う、そんなわけないだろう。私が欲しいのはそれだけじゃないんだ。実は指輪の内側にある単語を刻んでおいたんだ。ゼンズフト。君は私の唯一の運命で、いつでも君の手の届くところで待っていると過去の私はそう言っていたが、私はそれを撤回したい。待っているだけではなく、私は自ら君を追い求めたいんだ。君の全てが欲しい。私は少しわがままになってもいいか。
大丈夫か？少しだけな。約束してほしい。これからは私だけを見ると。もしどうでもいい人間のことばかり考えていたら、私は悲しみのあまり何をするかわからない。だからいつまでも私のそばにいてくれ。ありがとう。これは私たちが交わした約束の証であり、立場の変化とより親密な関係を築けた証だ。刻印についてはかなり悩んでいたが、最終的にはこのドイツ語を選ぶことにしたんだ。この言葉が私に自分の秘めた願いを教えてくれたからな。私は今まで以上に君のことが欲しいと。ダイヤモンドは強固で永続的な愛を意味しているそうだ。当初私はあまり具体的なイメージを持てずにいたが、プロポーズを決意した時に初めてこのダイヤモンド以外に思いを表現できるものがないと理解した。指輪のサイズは君が寝ている間にこっそり測らせてもらった。起こしてしまったら全てがバレてしまう。正直初めて法廷に立った時よりも緊張したな。この月の形は私がデザインしたもので、太陽となるダイヤモンドと寄り添うように描いてみたんだ。それぞれが違う場所を回りつつ互いに引き寄せ合っている。私たちにぴったりだと思ってな。刻印についてはかなり悩んでいたが、最終的にはこのドイツ語を選ぶことにしたんだ。この言葉が私に自分の秘めた願いを教えてくれたからな。私は今まで以上に君のことが欲しいと。Thank you.